ぱり。男子 110m ハードル予選第1組、第8レーンディフェンディングチャンピオン山田電機増野源太君、1着フィニッシュ決めました。山田電機増野源太君、向かい風 0.3m が吹きました。予選第1組1着フィニッシュ増野君、速報13秒77。